こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は輸出と輸入どちらが儲かるか。輸出の方が儲けやすいと。まあ、その理由いろいろあるんですけど、まあ、中でもね、初心者の方、輸出輸入やったことない方が見落としがちなポイント2つについてお話します。まず、まあ、当然ね、私がなぜ輸出を進めてるか。まあ、輸入と輸出を比べたら、輸出の方が全然稼ぎやすいから、まあ、アマゾン輸出をお勧めしてます。で、為替とかね、市場の大きさ、それと需要と供給とかね、いろんな理由がありますけど、まあ、中でも、まあ、やってみて初めてわかること、初心者の方が気づかないこと、やってしばらくやって後から気づいて後悔すること、それが、破棄コストと税金です。日本人はですね、世界でも、珍しいクラスのきめ細やかさがあります。そのきめ細やかさがですね、輸出ではプラスに働く。これ輸入だとマイナスに働くというのがあります。まあ、どういうことかというと、まず、破棄コスト。ね。これは輸入ビジネスでは輸出ビジネスより大きな製品ロスを見る必要があります。まあ、なぜかというとね、日本人は本当きめ細やか。新品でね、箱まで綺麗と、化粧箱まで商品、そしてね、読み跡のある本を売ったりとか、CD ケースが割れた、CD を売ったりとかってことはあまりしません。まあ、する場合もね、きちんとケースが割れてますとか、本に読んだ後の、ちょっと折り目がついてますとかいうのを書きます。ところがね、海外では、まあ、別に CD ね、CD がかけられるケースなんて別にどうでもいいじゃんと。ね、ケース割れてたからといって、まあ、別にそれをわざわざ中古って言ってみたり、そもそもケースが割れてると言わないでね、新品として売ることも多いです。また本はね、別に読み跡あってもね、読めるじゃんって感じで、わざわざ読んだ中古ですということもなしに新品と言って売ってることもあります。だから日本で新品と言って買ってもですね、それらの日本だともう中古でしか売れないと。商品が届くことも結構あります。まあ、さらに、ね、そもそもがもう使い物にならない状態で届くということも結構あります。海外のね、輸送品質というのは非常に悪いです。まあ、日本の経験しかしてないとね、たまに Amazon の箱でね、ちょっとぐらい傷がついてて、まあ、佐川は扱いが荒いとか、ね、最近のヤマタはダメだとかいうのをね、見かけますけど、そんなかすり傷、海外だったらそれで文句を言ったらね、こいつおかしいんじゃないかなと思われると。まあ、ヤマトは UPS ですかね。UPS。あるいはね、佐川。佐川はまあ、なんかちっちゃいところとかね、ポストオフィスにしましょうかね。箱が傷ついてるじゃねえか、お前って言ったらですね、逆に相手に怒鳴られると思います。そういう、もう根本的な違いがあって、海外で新品として流通しているものは新品じゃないと。で、海外で新品として流通してたものを買って、日本で新品として売ろうとしてもですね、よくて2割、あるいはね、半分ぐらいはもう新品で売れないと。新品で売れないって中古で売れないんですけど、そもそもね、中古でも売れない状態で届くということもあります。それから税金。これね、税金は、まあ、これね、きっちりね、このラインがかかるとか、このラインはかかんないとかっていうのはね、実はあんまりないです。ケースバイケースでかかったりかかんなかったりします。ただ、大原則として、郵便は、まあ、その国の税関がね、調べるんで、めんどくさいから調べないと。ね、だから本来税金かかるはずなのにかかんなかったというのが非常に多いです。これ輸出をやってると非常に多いです。ところが逆に輸入の場合ですね、当然日本人きっちりしてますんで、かかるものにかかんなかったっていうのはあんまりないです。でね、かかるはずなのにかかんなくてラッキーってやってても、ある時ね、あなたあんまりいっぱい輸入してるけど、これはそもそもね、あんたが使ってんじゃなくて商売じゃないのかいと、ね、お問い合わせ来たりして、ただだと思った分まできっちり後から税金かかるというようなね、恐ろしいこともあります。これが起こるのはね、多分日本とヨーロッパ以外はありえないですね。ヨーロッパもね、税金には厳しいですし、税収がね、あんまりないんでしょうかね。何しろ関税にはやたらうるさいです。でもアメリカでね、あんまりこの関税で苦労したというのは少なくとも
郵便局を使っている分にはあまり聞いたことないです。まあ、ところがね、郵便局使わずに、FedEx とか UPS とか使うと事情は変わってきます。これね、郵便局の、まあ、ページに書いてあるんですけど、EMS を含む国際郵便では個人の利用が多いから、一般の貨物と違って、税関に申告して許可を得る必要はないと。ね、海外の係員が直接やってると。まあ、直接やってるってことはね、面倒だからね、犯罪性のないものについては、いちいち調べないという場合が多いです。よっぽど何かね、事件があった後とか、関税強化月間とかいうのにね、運悪くぶち当たらない限りはもうほぼスルーすると思って、大丈夫です。これは海外の場合。日本はそうはいかないと。ね、そんなわけでこの、いろんなね、市場の特性とかそういうことを抜きにしても、単純に、税金の問題と、その輸送品質、破棄コストの問題だけを考えても、非常に大きなコストが輸入の場合はかかることが多いと。そう考えるとね、わざわざ、初心者のうちから難しいので、稼ぎにくいので稼ごうとする必要はないわけなんで、初心者は輸出から始めた方が稼ぎやすいです。中でもね、輸出の中でも Amazon を使って稼ぐのが稼ぎやすいんで、なるほど、本当かいなという方はですね、まあ、この Amazon 輸出、セミナー、無料メールマガにご登録して、どんなふうな形で Amazon 輸出で儲けるのか、どれぐらい儲かるのか、まあ、その辺のことをチェックしていただければいいかなと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。